モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ 10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語山尾セットプレゼント。この糸物語アマオセットというのは、飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオイチゴソースがセットになったもの、すごくすごく美味しいセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。今日は金曜日なんで大賞発表、その前に今週のノミネート作品紹介することにしましょう。今週はね、短くて面白いものがたくさんありました。はい、まずはね、女性の方のぞみさんですね。夫は接着剤大好き人間市販されているほとんどのものを買い集めてます。と言っても家庭内ではそうそう接着剤って出番がないんですよね。だから私が食器なんかをパリーンと割ったらにんまりするので腹が立ちます先日とうとうやってくれました。もともと歯医者さんが大嫌いな夫、なんということでしょう、歯のかぶせ物が取れたのを接着剤でくっつけてにんまりしていたんです。あれから2週間今のところ異常はありません。とまあ、これはね、あの聞かない話じゃないです。そうなんですか君もいろんなところ接着剤でつけてるんじゃないですか。つけてませんよ切ったり貼ったりまだしておりません切ったり貼ったりしておりませんということですね。失礼をいたしましたよだれがそれからね、まあ、だからこれに関してはね、まあ、体に取り込んで悪いものの接着剤は使わない方がいいですよと、うんうんうん、歯医者さんでも接着剤とかね使いますけれども、はい、あれは体、口の中でね、うん、もう大丈夫っていう接着剤です、はい、さあそれからね、こちら女性の方ですね。我が家の5歳の長男の話。去年の末妹が生まれたんです。長男は赤ちゃんのお世話を観察するのが大好き、そしてぬいぐるみ抱っこしたりおむつつけたりとお世話ごっこして遊びます。ある時私が授乳してその後授乳パッドをつけているのを見て、それ何と聞いてきました。これはおっぱいあげた後につけるやつだよって言ったら、一つちょうだいって言うんで新しい授乳パッドをあげました。すると長男はいつものように私の真似をして自分のおっぱいにぬいぐるみの口を当て、しばらくすると飲み終わらせたのか授乳パッドを洋服の内側に貼り付けたんです。あまりにリアルだったので少し笑ってしまいましたそしてその夜お風呂に入ろうとした時、洋服から授乳パッドがポロッと落ちたんです。あ、これつけっぱなしやったと、と言うと長男は、うん、だってママもずっとつけとるやんってことは保育園に授乳パッドつけていったってことやん。驚きとともに恥ずかしくなりました。その夜連絡帳を確認したら、お母さんになりきってぬいぐるみに授乳してました。授乳パッドもさすがですそれ以来授乳パッドをあげるのやめました、ね、なあ、バレちゃってましたか先生にそれからね、こちらもね、女性の方。うちの子供男の子、2つ年上のお姉ちゃんがいるので、リカちゃん人形で遊んでいたのが3歳。久しぶりに友達ん家遊びに行ったら、あ、私の友達の子供男の子か、2つ年上のお姉ちゃんがいるので、リカちゃん人形で遊んでいたのが3歳。久しぶりに友達ん家に遊びに行ったら、その子は5歳になってました。ウルトラマンの人形で遊ぶ姿を見て、ああ、男の子らしくなったんだなと思ってたんです。私も怪獣人形を片手に一緒に遊んでいると、そこよ、行くわよとお姉ちゃんとのお人形遊びの名残が残っているのか、なんとも乙女なウルトラマンがそこに。しかし、キックパンチと激しい攻撃を受け、私の人形はうーっとうなり声を上げてパタッと倒れ込みました。もう虫の息。するとごめんねごめんね、痛かった、もう何にもしないよと、なんとも優しいウルトラマンが怪獣を起こしてくれるではありませんか。あー、かわいい、おばちゃんは胸キュンですかわいいですね。そんな彼も今では中学生、野球少年となりたくましく成長してるみたいです。それからね、これもすごかったな。男性の方。私は仕事で機械整備をしています。お客様、
70代の社長から電話がかかってきて、機械の調子が悪いから現場まで見に来てほしいと連絡が入って現場に向かったんです。お客様の話では機械の近くで待っているということだったんで、機械の近くまで行ったんですけれども見当たらない。だから、まあ、とりあえず機械の点検していると遠くの方からおーいおーいと聞こえたので、周りを見渡してみると再度おーいあんちゃんこっちこっちと聞こえて、お客様のいる場所を確認するとなんと和式トイレの扉を開けたまんま、しかも扉の方に体を向けて踏ん張っていたんです。二度見ならぬ三度見。わざわざごめんね、よろしゅう頼んじょきます。再び作業に戻りましたけれども、和式トイレを反対向きに座る人初めて見ただ金閣寺じゃない、金閣寺の方に背を向けてるっていう。すごいです。もう もろ見えっていう、もろですよ、もろもろかっていう。何ですかそれって、役者さんだろう、コメディアンなのかな、もともとはよくわからないけれども、もろもろかさん知らない、知らない、嘘でしょ。キッズリターンでダメなボクサー演じてたじゃない、先輩ボクサー。キッズリターンを見てないです。本当、うん、北野武監督の、はい、もうあのラストシーンが最高なのに。へー、あーキッズリターンは絶対見た方がいいと思います。本当ですか。はい、あのまあ北野武監督の作品っていろんなものがあるんですけれども、割とこうねやっぱりこう難しい映画が多い中で、うんうん、キッズリターンは最初に一番分かりやすかった映画だったんじゃないですか。あーそうなんですね。しかもラストのセリフは最高ですから。へえ、はい、さあどれが良かったでしょう。今のも衝撃で言うと今のですけどね。衝撃で言うと、おーいあんちゃんこっち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 ってもろもろ終わってから挨拶すればいいじゃないですか。大賞決定、おめでとうございます。表彰状、学ぶ殿、あなたの家族というか取引先の社長さんはこの度その面白さが認められ FM 福岡モーニングジャムおもろい靴大賞に決定いたしました。今後もその面白さをいかんなく発揮し、日本と世界の平和に貢献してください。2021年4月30日 FM 福岡モーニングジャムおもろい靴委員会会長中島浩二、副会長今村敦子、副賞は糸物語の人気商品がセットになった糸物語あまおうセットプレゼントです。そして来週から商品が変わりますよね。はい、糸物語の人気商品、飲むヨーグルト、飲むヨーグルト博多あまおう、食べるヨーグルトプレーンに微糖、ミルクのせいミルクジャムがセットになった工場長おすすめセットをプレゼントです。これ5800円相当ですよ、ね、すっごい美味しいセットなんでね、はい、皆さん工場長おすすめセット目指しておもろい家族にメッセージお寄せください。